マシュマロ。マシュマロは、ふんわりとしたメレンゲにシロップを加え、ゼリーで固めて、粉をまぶした菓子の名。ソフトキャンディの一種。名称は、原料となった青いかの薄紅立ち青いの英語名、マーシュマローにちなむ。元はこの植物の根を古代エジプトの王族が、すりつぶしての土薬として使っていた。現代の製法では、この植物は使われない。フランス語でも、 植物名マシュマロのフランス語名ギモブがそのまま菓子名になっている。前述の薄紅立ち青いのエキスと蜂蜜を混ぜたのど飴から19世紀フランスの菓子職人が砂糖を加えて菓子として完成させた。これは植物エキスの粘りを利用したものだったが19世紀後半にはゼラチンと泡立てた卵白の粘りで代用する現在の形に変化している。日本においては 1892年に、風月堂が初めてマシュマロを販売。その際に、真珠マロの漢字が当てられたと当時の新聞で報じられている。しかし、1887年創業の岡山県、岡山市の下山、松久市県が創業と同時に、日本初のマシュマロ菓子、鶴の卵を発売したとする説もある。マシュマロ。現在は、砂糖、卵白、ゼラチン。 水飴を原料とする。まず、ゼラチンを戻しておく。次に、鍋に砂糖、水飴、水を入れて、火にかけ、煮詰めて熱いシロップを作る。泡立てた卵白メレンゲに、熱いシロップを糸を引くように落としながら混ぜ入れ、さらに、戻しておいたゼラチンを素早く混ぜ、十分に泡立てる。型には、コーンスターチと粉砂糖を振っておき、生地を入れ固める。成形後、くっつかないよう。 澱粉が表面にまぶされる。菓子メーカーの量産品では、卵白を使わず、ゼラチンとコーンスターチ、時には大豆タンパクや増粘剤などを使っていることが多い。白いマシュマロ以外に、チョコレート、イチゴ香料、バナナ香料や着色料を加えた色付きのマシュマロも、ある。また、中心部にジャムなどを詰めた商品もある。フランス菓子としての疑問部は、 フルーツピューレにゼラチンを加え、泡立てて固める。ただしメレンゲを使う製法の方が簡単であるため、フランスでもメレンゲを使用したギモーブもあり、日本で売られているギモーブにもメレンゲを使用したものがある。フルーツピューレを使った方が風味はフレッシュであり、メレンゲを使用しない場合は食感も違ってくる。マシュマロを直火で焼く。日本では加熱せずにそのまま食べるのが、 一般的だが、北米では、キャンプファイアやバーベキューの際にマシュマロを串に刺すなどして、直火で焼いてとろけさせ、そのまま、熱いうちに食べることも多い。漫画、ピーナッツの中で、スヌーピーや彼の兄、スパイクがマシュマロを焼く場面は有名である。焼いたマシュマロをチョコレートと一緒に、クラッカーで挟む、エスアイモレというデザートも食べられている。アメリカ合衆国などでは、 熱いココアなどに浮かべて、半分溶けた状態のものを飲むこともあり、マシュマロ入りのインスタントココアも売られている。日本独自の監修として、バレンタインデーに女性からチョコレートをもらった返礼として、特定の日に男性から女性にそのお返しをするという風潮が生まれた。諸説あるが、菓子業界では1970年代に入ってから、ココに独自の日を定めて、 ビスケットやマシュマロ、キャンデー等をお返しの贈り物として宣伝販売するようになった。この動きをキャンデーの販売促進に結びつけ、全国アメカ市工業共同組合間東地区部会がホワイトデーとして再次化した。1978年、全アメ協の全国総会でキャンデーを贈る日として制定され、2年の準備期間を経て、1980年に 1> 第1回の全国規模のホワイトデーが開催された。飴の材料である砂糖が白色だったため、白イコールホワイトからホワイトデーと命名された。マシュマロもこの例に漏れず、3月14日がマシュマロデーと呼ばれていたという説もある。これは福岡市の菓子店、石村一万聖堂が昭和52年にバレンタインデーのお返しにマシュマロをというキャンペーンを 百貨店と共同で行ったことにちなむもので、これがホワイトデーの起源であるとしている。現在でも石村一万聖堂は毎年ホワイトデー近くなるとホワイトデーはマシュマロデーというキャッチコピーでキャンペーンを行っている。ありがとうございます。